はやめろと言ったはずである。あれ、師匠、怖い話ダメだったっけ？うん、怖い。おへそ取られる。だからわし帰るで。ちょっとダメよタイガー、師範代なんだからちゃんと指導しないと。そんな弱腰じゃ道場破りが来た時どうするのよ。来ないよ。10年間道場にいるけど、そんな素敵な人が来たことないもの。だからわし帰るで。なんか嫌な予感するんや。なぜ関西弁で、あれ、師匠、道場破り来たよ。よし、帰ってもらいなさい。なんでよ、いつもの師匠なら。やったー、本当に生きてるうちに生道場破りに入るなんて。って、砂漠で自販機発見したみたいに狂気するはずなのに。だから嫌な予感がするんだってば。そもそもさ、今回のデッドエンドのブロック名からして嫌な予感が。ブルマッコですよ。萌え指数でいけば優に私の10倍はあろうか強キャラ。グルメのあなたも根こそぎにございます。赤馬、うひゃー、悪霊大佐、文句、誰か文句呼んで。はい、そんなわけで始まりました、タイガ VS 黒い影。今のところ黒い影が優勢のようですが、タイガも去るもの、だんだんと開き直ってきた模様です。は、ハンダ、タイガ振り込まれながらも逆に取り込んでいるようです。戦えてる、師匠、あいつと戦えています。うわ、バビロニアの神よ、我に力を与えたまえ。別にそんなのどうでもいいけどね。あんなのと子供に戦っても負けるだけなんだから、シロは試しちゃダメよ。シロがやらなくちゃいけないのは、あの影の強弱を探ること。補欠にいらずか補助を得ず、直前の選択肢に戻ってアサシンの誘いに乗ってみなさい。やっぱりダメ、タップ。ヘイレフリー、私タップしてるね。